あんなひどかった。こちら、はい、この青みどろの水槽、この約1000匹の沼エビくん、赤いのもいますね。幸運の沼エビと呼んでおります。赤いやつ掃除にしていただきたいと思います。いろいろしてこれからやっていきます。でですね、この汚れたこちらも投入、これも投入、これも偉いことになってます。投入します。で、循環器は回さないでですね、詰まっちゃいますので、エアレーションだけでやっていきたいと思います。投入、掃除して、15時間経ちました。ご覧ください。すごい綺麗になってます。あんな苔だらけだったフィルターをエビたちが綺麗にしてくれています。すごいな。砂利もみんな綺麗、ろ過装置を回してないので水が少し濁ってますけれども、素晴らしい仕事です。そして今ガラスの中の猛烈な苔を一生懸命食べてくれています。見づらいですが1000匹がいると思います。500ぐらいかな。綺麗になったら驚きです。20時間経ちまして、あと青みどろ、これも午前中よりもめっちゃ綺麗になってる。そして見てください、この青みどろだったのが綺麗になってます。沈めるとまたよくできます。こちらもこんな綺麗です。水がちょっと濁っているのは、ろ過剤を回してないからなので、この後ちょっと回してみたいと思います。集中して。
手に入った企業にしておく。脱皮した抜け殻もすごいですね。はい、おはようございます。こちらエビ水槽で苔を取る作戦の水槽です。その後いかがだったでしょうか。おお、見てください、あんなひどかった苔がきれいになっています。エビたちも一匹も死んでないですね。元気です。ご覧ください、この苔のなくなった綺麗な水槽の中と、この口の一本一本まで綺麗になってます。こんな感じです。たくさん入ってますね。そして一気に染み込んでいます。お寺に本当に生きているんですね。お掃除もしてもらって感心です。すごい助かっています。で、エビ、まあ、1000匹はオーバーですけど、数百匹入れたらあっという間に苔を掃除してくれたでございました。エビさん、ありがとう。瞬殺です。なんか可愛い、一周回って、うわー瞬殺、うん、ちょっと続いてるね。こいつはしっかりと。じゃん。はい。どうぞ。じゃん。お。落ちてくるところを食べました。探してます。匂いが残ってるんでしょうか。探しています。はい、ソフトレスにしますんでね。